こんにちは。ラッテフレンズの藤井美音です。ラッテフレンズの岸田芳樹です。先日 BSS メール会員の皆さんに、あなたの一番好きな卵料理はというアンケートを実施しました。そのアンケートで多く寄せられた卵料理を中心に、地元山陰の美味しい食材を使った新しい簡単卵料理を紹介していきます。お楽しみに。新提案、山陰オリジナル卵料理。簡単で美味しい卵料理を紹介してくれるのは、フードコーディネーターの西本敦子先生です。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんのアンケートをもとに今日ご紹介するのはゴーヤチャンプルです。はい、そして今日は鳥取県東部の国産豆腐ちくわを使った豆腐ちくわのチャンプルを作ります。用意する食材はこちらです。それでは早速作っていきましょう。はい、それではまず豆腐ちくわを斜めに1センチぐらいの幅に切ってもらえますか。はい、豆腐ちくわってそのまま食べても美味しいですけど、こういう炒め物にしても美味しいんですよ。はい、じゃあ卵を入れていきましょう。はい、全体にこう布地を描くような感じで入れてください。はい、ちょっと火が通ったところでぐるっと2回ぐらい混ぜようかね。はい、それでは仕上げに味の素を振りたいと思います。はい、出来上がり。苦い？いや、全然苦くなくて大丈夫でした。今日は沖縄のゴーヤチャンプル、はい、味の素は、100以上の国で料理に使われてるんですよ。日本食以外にも幅広く使われているようですよ。今日ご紹介したレシピのおさらいです。先生、今日のポイントは？はい、ゴーヤは、しっかり炒めると苦味が取れます。このレシピは BSS のホームページにも掲載しますので、ぜひご確認ください。さらにホームページでは抽選で味の素ギフトセットなどが当たる番組アンケートも実施していますので、ぜひ応募してください。また味の素のホームページでは現在味パンダーズ総選挙を実施中。24種のキャラクター味パンダーズの人気投票や皆さんから寄せられた味の素活用術味テクが満載です。こちらもぜひアクセスしてみてください。来週もお楽しみに。